はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はアメリカティア3戦艦のアーカンソーですね。戦艦アーカンソーはワイオミング級戦艦の2番艦として建造されました。収益は1912年の弩級戦艦で、第二次世界大戦時ではすでに老朽化していた艦艇だったんですが、なんとですね、第二次世界大戦にも参戦しているんですね。主に上陸支援作戦の、砲撃任務とかで活躍していたんですね。そして戦後はですね、以前も紹介したかもしれませんが、クロスロード作戦というですね、原爆実験に参加して、このアーカンソーはですね、2回目の水中核爆発によって艦艇ごとですね、核爆発の、要するに爆発にですね、持ち上げられてですね、そして沈没しているんですね。その時このアーカンソーがですね、持ち上げられているところのですね、写真が、この写真なんですね。かなり有名な写真となっています。はい、というわけでね、アーカンソーを買ってしまったんですけれども、この間ね、手法に関しては同格のワイオミングと、もちろん、変わらないと思いますが、なんとアップグレードがですね、TR7 戦艦と同等のものが積めるので、めちゃくちゃ強いですね。ここではね、3種類、精度強化か副砲強化か、そして手法の装填強化か選べるので、どれを使ってもね、この間ではかなり強い構成となっています。自分はね、今回は精度を強化しています。そしてこの艦のですね、もう一つの特徴が、なんとですね、副砲なんですね。はい、副砲のところ見てもらうと、127ミリ砲がなんとですね、21門、もちろん片弦はですね、11門ですけれども、10門かなんですけれども、これだけのですね、副砲を搭載しているんですね。そして射程も、強化込みでね、まだ 6.5 キロですけど、伸ばすと7キロぐらいになるかなと思います。なのでこのティア3においてはですね、最強の、副砲となってます。大体ね、105ミリとかで、ちょっと威力不足だったりするんですが、127ミリなので、バッチリね、駆逐艦と同じ手法で高い威力の、副砲となってます。これでね、駆逐艦を寄せ付けない本当に副砲になってますね。なので副砲とかも面白いですが、今回はね、やはり手法もね、大事なので、手法の精度強化してやっていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、フリアンですか、見えたんで撃っていきましょう。主砲の旋回がね、遅いですし、あとこの艦はかなりですね、真横を向けないと全門射撃できないので注意が必要ですね。よく狙っていきましょう。はい、ただね、精度は、強化込みなのでかなりいいかなと思いますけど、でも相変わらず抜けないな。で、そしてダナイがですね、はい、脇から出てきましたね。一応ですね、 6.5 キロの主砲、副砲のですね、射程があるので、そこに入れば副砲射撃できますけど、注意はですね、相手魚雷持ってるので注意が必要です。で、魚雷を回避ね、しないとやられてしまうので、魚雷はね、しっかりと意識して置く必要がありますね。ただ、はい、艦首から3枚抜いて撃沈できましたね。はい、 OK ですね。副砲もですね、今見てもらった通り、かなりですね、元気に撃ってくれるので、かなり心強いですね。そしてこのフランス巡洋艦なんですけどね、なかなか防角抜きづらいので、撃てばね、ダメージは一応出るので、頑張って撃っていきましょう。で、艦を縦にしているので、逆にね、薄い船はね、縦にしてくれた方が厚みが出ていいんですけど、でもそれでもね、はい、一応撃沈には至りませんでしたね。これは難しい。で、副砲がですね、撃ってますね。おお、強い。危ない、魚雷来てる。いや、いい感じでね、削ってくれましたね。これはもう魚雷届かないと思うので、もう消しておきましょう。なかなかいいですね、今の副砲は。そこが薄い艦はね、副砲で全然削れるということで。で、ワイオミングもね、艦首から一応ダメージは出てますね。このティア隊の艦はですね、艦首薄いので、この30センチ砲でもね、艦首から一応防角も抜けますし、ダメージもね、出ますね。で、ワイオミングが魚雷を食らっているので、もう撃沈できるかなと思いますが、一応、大丈夫ですね。さあ、そして石槌が見えますが、あれは、どう見ても動いてなさそうですね。これは、放置っぽいので、H で削っておきましょうか。これは回線落ちか知りませんけど、とっとと仕留めておきましょう。ただ、一応副砲のね、射程に収めれば副砲でも撃てるので、かなり燃やせますけど、
まあ、装填時間がね結構、まあ、割と30センチ用にしてはね長いんですよね。まあ、実に30秒かかるので、まあ、意外にダメージは出ないんですけど、はい、まあ、一応1箇所燃えましたね。ちょっと連射してみたんですけど全然まとまって飛んでくれませんでしたね。と思ったら動き出したぞでこれよくあるんですけど動き出すんですよね。結構撃つと、撃たれると動き出すっていうか、もともとあれかな、じゃあ動いてたのかな。まあ砲はね向いてたんで、これ結構ね、PC 版時代もなんかボットとかだと撃つと動き出すってのあったんですけど、まあ、ボットじゃねさすがに PS4 にはないと思うんで、何なんでしょうね。まあ、たまたま帰ってこれたのかもしれませんけど、まあこれでねでも副砲が、はい、射撃開始してますね。まあ、これでね十分ダメージも出ると。で相手からの砲撃は HE 弾なのでこれ大丈夫そうですね。なので、まあ、こちらも全力砲撃でいいかなと。まあ、とりあえずね火災起こってるんですけど一旦ね直さずに、まあ、一応ね修理班が回数十分にあるので修理班でね対処しましょう。で防角抜きましたね。さあこれの残りの体力はもう削りきってほしいですが、まあ、一応ね AP 弾来ると怖いので缶を縦にして、おお、まあ榴弾でしたね。はい、でこれで、まあ、ちょっと手法旋回が遅いので一回ね缶を縦にしてしまうと砲がねなかなか向かないんですが、まあ、これ副砲で削りきれるかな。一応手法が間に合ったので撃っておきましょう。はい、激戦ですね。うん、まあ、基本的にね手法が回らないので、まあ、基本的にずっとね同じ方向に手法はね向けといた方がいいですね。かなり手法旋回に時間がかかります。今回副砲特化でねクリスクロスも搭載してないので、うん、本当にね手法が回らないですね。まあ、そして正面に戦艦がまあ3隻ほど見えるので、これはもう横からですね撃っていくしかないですね。足が遅いので今更ね C 占領っていうのはちょっと難しいので、ここは戦艦狙いに行きましょうか。まあ、ただカイザーはねこれめちゃくちゃ硬い、本当装甲がねカチコチなので、多分ねこのワイオミング級ではね防火貫通できません。で、あ、クマがね射程に入りそうなんでクマは先に撃ちましょう。まあ、もちろんね仕留められそうな艦艇から、まあ、先に撃っていくのがいいですね。まあ、ただ進んではいないようですね。これバックしようとしてるのかな。じゃあちょっと後ろ目をですね狙っていきましょう。あーっと、でもこれはおお入りましたね。はい、これで撃沈。で修理班も来たのでまた修理しておきましょう。これでね先ほどの火災ダメージはまあほぼ回復ですね。さあ、まあ、ただ相手の戦艦3隻なのでちょっと怖いですし、周りにもちょっと味方がまあ2隻か、味方戦艦まあ2隻いるのでまあ大丈夫そうかな。止まっている、で HP の、ね、一番少ない敵のねカイザーを撃っていきましょう。あー、で全然命中しなかった。ちょっとね手前に落ちてしまいましたね。あー、で石槌もかなり体力が減っているので難しいですが、まあ、とりあえず次はんー、まあ、カイザーに撃ちましょうか。まあ、ただ、ね、本当に硬いですねカイザーは。これはこの角度だと本当 AP でダメージが出にくいですが、まあ、一応ね精度は、まあ、これでもねいい方ですね。精度改良してこれぐらいの、まあ、まとまりにはなるのでこれで十分使えるかなと思いますね。さあ、でも敵のカイザーも出てきて、これ結構まずいな。2隻、いやカイザーきついな。普通に相手からの AP 弾はね結構痛いんで、で右弦の副砲が攻撃を開始しましたね。椅子打ちが射程に入ったようですね。でカイザーも HP 低い方を削り切りたいので HP 低い方を打って、あー、でも削りきれないか。じゃあもう次は石槌ですね。で石槌、あー、でも向こう向いてますねこれは。はい、ちょっと後ろからの攻撃を缶を盾にして受け流しつつ、この石槌を次の装填が終わり次第仕留めていきましょう。でこっち、あー、でもこっち狙おうとしますね。はい、でも石槌は撃沈と。で、はい、今度は左にカイザーが見えているのでこのカイザー撃ちましょう。うん、残りのカイザーはめちゃくちゃ HP 残っているので正直今は相手したくない。はい、結構痛いな。でも、あー、で味方がやってくれましたね。ナイス。
さあでもそしたらでもこのカイザーはきついな、マジで。HP がめちゃくちゃ残ってるんで。まあ、ちょっと HE もね、使いたいなというところですけど、HE でね、一回燃やして、てかこれちょっと、缶を横に向けるタイミングがないですね。まあ、一回撃たれたら、ここで受け流して、一気に行きましょうか。このままだとね、ダメージ食らうだけなので、ここで一気にこっちも勝負に出ましょうか。これでもね、お腹を見せてしまうんで、結構危険なんですが、まあ、ここで複砲の射程に入れるためにね、一気に大回答して接近戦に持ち込むしかないですね。でめちゃくちゃ硬い、これは無理だ。 HE 使います。これ全然硬い。もうあれワイオミングとかねだったらダメージ取ると思うんですけど、普通に弾かれまくってますから。でこれはあー危ない。うーん、まあダメージ食らってますけど大丈夫そうですね。で複砲がね、まあ頼りが害があるんで、これで撃ってもらいましょう。火災でね、これで手法でまあ火災を起こして、はい、2箇所燃えたんで相手消しますね。これはで次消したところを、まあ、あの副砲が燃やしてくれると思うんで、あー痛い。いやー今ちょっとかなり先を狙われたんで助かりましたけど、今の普通に危なかったですね。でこれ駆逐艦が C いますね。 C 占領してるんで、まあ、でも駆逐艦はまあ俺が見つけられないと思うので、まあ、とりあえず放置しかない。魚雷がね来そうで怖いな。さあでこれ AP ナー打って、うーん、まあダメージは出ますけど、わあめっちゃなんか偏差見せてる。これはラッキー、ラッキーだけど副砲が燃えないな。ここに来てちょっとね1回ぐらい燃えればいいんですけど、今ね自分孤立してしまってるんで味方からの援護、ああで OKOK、 燃えた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 。相手は缶を縦にしましたね。これで、まあ、防御姿勢を取ったということで、うわーダメだ当たらん。じゃあこっちももう HE なんでもう燃やし切りましょうか。で右弦に魚雷、嘘でしょ、危ない。いやーここでもう魚雷撃たれたらもう終わりっていうか、まあ、HE もかなり少ないんで正直勘弁してほしい。もうで缶を縦にして、まあ、相手が燃えているので受け流して、いやーでもダメだ、監視から、うん、これもう打たないとダメですね、自利品ですね。で一応先っちょ狙って撃ちますけど燃えない。あ敵駆逐艦え、なんかあれか、駆逐艦沈めたぞ。魚雷確認。いや魚雷、いやー危ない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 、ちょっともうこれ勘弁してくれマジで。あーでカイザー燃え尽きない、やばい。あーマジかいやー削り切られた。いやもうなんか今見えてないなんか駆逐艦を、いやいつまでか見えてたのか、なんか魚あの副砲がやってくれましたねいやこれ普通にでかいな。でもうん、まあ、優秀な副砲だったんですけど、敵のカイザーはねちょっと仕留めきれませんでしたね、さすがに。まあ、あとはちょっと味方がね3隻いるんで、まあ、一応ポイント負けしてるから大丈夫かな。あーでももう射程に入ってるから大丈夫そうですね。おーっと、あーいったはい、というわけでね、でもこれとんでもないなんか戦果になりましたね。でもまあティア3ですが、これ177,585ダメージって、これでしかも6隻撃沈で副砲115発命中ってね、これ普通にドイツ戦艦並みの、いやちょっと桁違いのなんか味方と、うん、ちょっとかなり、まあ、ティア3なんでね、はい、まあちょっと暴れてしまいましたけど、いや、めちゃくちゃこれ強いですね。この構成かなり良さげですね。まあ、ただ主砲の戦艦がね、遅いので、まあ、弱いですけど、その点は。まあ、それ以外はね、精度もまあ、いいですし、まあ、副砲はね、言うまでもなく強いので、これ、低ティアにおいてはね、最強の副砲戦艦ですね。まあ、いろんな戦艦の副砲強化できますけど、まあ、特にこのアーカンソーがね 127mm で強いかなと思いますね。いやまあ最後副砲がなかったらね、あれ駆逐艦に逃げられてワンチャンね占領負けとかあったかもしれなかったんで、うん、たまたま射程に入ってくれてよかったですね。はい、というわけで今回はアーカンソーでした。ご視聴ありがとうございました。